入試前日の宿題をしっかりとしましょうということで、松井塾です。さあ、今日合ってるね。今日で前日でいいのかな、大丈夫かな。都立入試の前日ということになるわけなんですが、大丈夫かな、今日で大丈夫かな。本当にたまにね、こういう時ね、なんか曜日の感覚がずれたりする時があるんで、めちゃくちゃ恥ずかしいですよね。あれ今日って何の日だっけとか言ってなったりするんで、いうことになります。はい、では入試前日の宿題ということをやりましょうということになります。はい、入試前日に何するべきなんですかという、保護者もしっかり聞いておいてくださいね。保護者もしっかり聞いておいてくださいね。まず、入試前日の宿題ということは3つをしっかりと覚えておきましょう。まず準備をしましょう。いいですか。まず準備をしましょう、きちんと。はい、まあ、勉強はそこそこでいいです。そうですね、1時間ちょっとぐらいでいいんじゃないですか。もう、はい、そんなにガリガリやるとしんどくなるんで、1時間とかぐらいでいいんじゃないですかね。じゃないと疲れてきたりするんで。で、まずきちんと遠足の前と一緒です。準備をしましょう。いいですか。準備をきちんとしましょう。これが大事になってきます。はい、お金入れたかな、財布入れたかなとかね、ちゃんとやれてるかなとか、はい、折れないかなとか、はい、忘れ物ないかな、コンパス入れたかなとか、そういうことをまずきちんと見ましょうということですね。はい、準備をしましょうということになります。そして二つ目ということになるんですが、二つ目こちらになります。しっかり夜寝てください。いいですか。しっかり夜寝てください。はい、でもう一つは食いすぎないでください。食いすぎないでください。いるんですよ、たまに。明日は入試だからガチガチ食うぞとかね、お腹痛いとかなるんですけど、バカかとバカなのかっていう話になるんですが、しっかり夜中寝るということと、食べ過ぎないようにしてくださいということですね。ここまでが2つ。ね、保護者の皆さんはこれ考えてくださいね。これ2番特に大事なんで、2番大事なんで、しっかり夜寝ると食い過ぎないということになります。さあ、ここで、保護者も考えなきゃいけないし、もちろん生徒自身も考えなきゃいけないことが3つ目ということになります。はい。もう、これを最優先にやってもいいよっていうぐらいです。これを最優先にやってもいいよっていうぐらいです。名前を書いてください。受験番号を書いてください。もう一回言います。名前を書いてください。受験番号を書いてください。はい。で、名前を書くと受験番号を書く。いいですか？もうこれだけ演じてるだけでも極端な話でいいぐらいです。いいですか？はい。名前を書いて受験番号を書く。これが大事なところですね。名前を書いて受験番号を書く。はい。なぜこれを言うか。私がやらかしそうになった人間だからです。はい。私がやらかしそうになった人間だからです。はい。中学受験の時にありました。はい。第一高校の塾、学校でって言うんで、もう、初めが確かね、国語だったんですよね。国語だったんですよ。確か。1時間目がなんか国語で、ガーって問題解けたんですよ。で、パッって言ったら、時間だいぶ余ったんですよ。で、来たーと思って、余裕だわって思ったんですよ。ね、余裕だわ俺って思って、めっちゃできてるって思って。めっちゃできてるわって言ったんですよ。で、その学校で名前書く場所ないんですよ。受験番号だけなんですよ。で、パッて受験番号見たら、白紙だったんですよ。血の剣真っ青になりましたよ。そういう経験があるから私っていつも油断しないんですよ。いつも油断しないんですよ。で、あ、受験番号書いてなかったってなって、で、受験番号書いて、危なかったと思ったんですよ。で、その時もパニックになってね、一瞬。で、1分間をつけたんですけど、受験番号書いたって。1時間目でよかった。1時間目でよかったって。で、いうことで、これ3時間目とかでこれ気づいたら、受験番号書いたかな、受験番号書いたかなっていう風になるんで、皆さん本当に気をつけてください。本当に気をつけてください。だから、保護者もガミガミ言うんだったら、これしか言わない。名前書くんだよ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 。受験番号書くんだよって。名前書くんだよ。受験番号書くんだよと。いうことが大事になります。あとどうでもいいですよ。ね。あとはお母さん方がガミガミ言おうがね。保護者がガミガミ言おうがね。何言おうがね。変わらないですよ、点数。それ1日で。1日で変わることなんかないですよ。いいですか？ 3 年間あるんですよ、中学生って。1000日のうちの1日って。それ0.1% なのね。合格分に相手しませんよ。ね、500点のうち 0.1% かけてみてください。0.5 点ですよ。関係ないじゃないですか。はい。ということなんで、勉強なんて1日やそこらでひっくり返るわけないんですよ。そんな。そんなんでひっくり返ったら誰も苦労せえへんって言われる。で、だから名前を書くと受験番
が合格。これが口酸っぱく言っていいです。いうことです。そして、一番大事なことで覚えておいてほしいのは、入試は最後にこれ一応大事なんで言っておきます。家に帰るまで、家に帰るまでが受験です。家に帰るまでが入試。これを皆さんしっかりと覚えておいてください。いいですか？ちょっと映像が見てありましたね。家に帰るまでが入試になりますよということになります。よろしいでしょうか？さあ、もう一回いきます。準備をしましょう。前日しっかり準備をしましょう。しっかり夜寝ましょう。食いすぎないように注意してください。そして三つ目。名前を書いて受験番号を書いてください。いいですか？これを言っといてください。保護者がもし言いたいんであれば、どうしても心がそわそわするっていうんであれば、名前を書くと受験番号を書く。これだけで結構なんです。これが一番要するに厄介なんです。いつか 2% ぐらいの人間は名前書かない、受験番号書かないというやらかしやついますから、本当に。結構な大学名でも、結構な大学でも。いいですか？ 2% ですよ。それ一日、今日一日頑張ることよりも、これしっかり徹底してやっといた方がいいに決まってる。そして、大事になってくることは、入試は家を一歩出たところから始まって、家に帰るまでが入試ということになります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。